にちは、野球 YouTuber のもこです。やめー、城島茂です。よろしくお願いします。誰やねん、お前ちょっと TOKIO のダッシュ村マリウスです。はいはい、オッケー。青やだ。はい、今回俺らにタングルイ挑戦状を叩きつけてきた女性がいるよ、女性が。おい、あれ乳首。じゃあ早速呼んでみましょう。どうぞ。みんな拍手、タングルイ、盛大な拍手を。どうも、アサペンです。お願いします。今回向こうゼロドライ VS アソペンということで、ルール説明なんですけども、1人1打席ずつ、合計3打席1安打以上したら僕らの勝ち。いやー、ちょっと不利じゃないですか。ちなみに、これさすがにアソペンも女性なんで、僕、左バッターで打ちます。OK? それでいい？向こうだけで、今回公平にジャッジしてもらうために審判中の審判、超ベテランの審判を呼びました。もしかして、どうぞ。白井ですか？誰やねん。どうも、キャッチャー審判させていただきます、部長です。全身真っ赤で、今日朝ペンが赤で来るって知ってたんで、その情報を入手して全身赤にします。ちょっと危ない審判ですね。ちゃんと公平にジャッジしてね。しますよ、それ。 OK、 で変化球も駆使してもらって、でフォアボールはなしにします。それで公平に勝負しましょう。これでいいだろ、朝ペン。 OK です。よし、行きましょう。それじゃあみんな元気出していくよ、せーの、よろしく。絶対勝つ。よー、はい、福野青山。何だよお前それ。はい、全てを超えろ、くまモンヒロム、はいはいはい、加藤瀬ヒロム、あーわーわー、せーの、頑張れ頑張れマリウス、頑張れ頑張れマリウス。向こうさん、頑張りマリウス。向こう寺の頼れる2番でバカ野郎。向こう寺の頼れる2番、鋭い打球をセットンドへ燃え上がれ。向こうをお前のバットで決めてやれ。打て打て向こう、向こう、打て打て向こう、向こう、手を越えろ、山川ひろむ、加藤瀬ひろむ、うわぁ、いいね、いいね、せいろちゃん、今った君がいた夏は
遠い夢の中。あなるほどね。結果は3打数0安打で僕らの負けということなんですけども、ルコさんが打たなかったのがリンです。ヒロム練習で1本打ってたよね。はい、ヒロム練習で1本打ってたから、はい、じゃあ打ち足りない。はい、持ち席お願いします。お願いします。どうぞ。大丈夫大丈夫。じゃあ、ヒロム行く。じゃあこれで、あの石は1勝1敗なんで、さあラストヒロムで白黒つけましょう。お願いします。行こう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 。一応私の勝ちなんですけど、まあ練習でね、1本打たれてヒロムくんに泣きの1回ということで、うん、これも完璧に抑えて、完全勝利を目指したいと思います。泣きの1回お願いします、はい、お願いします。ヒロム、引き上げろ。はい、よっしゃ、お願いします。君がいた夏は遠い夢の中、空に消えてった、打ち上げやない。君がいた夏は遠い夢の中、空に消えてた、打ち上げやない。いけ、ヒロム、ここはぞ、お前かかってるぞ。いけ、おいおー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 。岸の鈴木です。ただいまヒロムの打った打球がセカンドゴロかライト前かの判定をいたしましたので、少々お待ちください。あ、ライト前だな。岸の鈴木です。ただいまのリプレイ検証の結果、ライト前ヒットとして、いやー、2本ヒットの勝ちとします。いややってるよ。おい、やった、やった、というわけで、朝ペンにはちょっと罰ゲームをやってもらいましょう。朝ペン、はい、うさぎ跳びやります。よーし、1、2、3、4、5。やばい、やばい、やばい、待て、お前いいか、お前さすがにかわいそう。さすがにかわいそう。通算10本目だらけはあるよね。どうやって、アソペン対戦してみて怖かった？え、怖い。どこ投げても打ってくるわ。小学生とは思えない。褒められてるよ。ありがとうございました。どうだった、優斗、三振したけど落ちてた。フォーク投げてた、まさか。俺だけだ。はい、というわけでね、今回熱い勝負を繰り広げましたが、次回パワーアップしてアソペン帰ってくると思うんで、またね、数ヶ月後俺らと勝負やろうぜ。アソペンチャンネルの URL は概要欄に貼っておきます。ぜひチャンネル登録して。それでは本日の動画以上です。チャンネル登録、ツイッターの方よろしくお願いします。本日はありがとうございました。アソペン。ペンギン村のアソペン。11月追加のプレゼント曲、パオパオパオ、今回はこちらです。じゃあアシックスのゴールドステージ、そして向こうが会いに行きますの、こちらの2本立てのプレゼント企画でいきたいと思います。詳細は概要欄まで。